こんにちは。こんばんは。こんばんは。こんばんは。さゆさごころです。みさんです。リンゴルフ、今日2周年になります。なんか早いよ。いや、私当初からさ、知ってるじゃん。なんかね、泣きそう。泣ける。泣きそう。泣ける。うん、あの時代を知ってるからなんか泣きそう。懐かしい。懐かしい。なんか早いようで、短いようで、早いなって感じ。ちなみに印象に残ってる自分の動画は何ですか？あの霞ヶ浦国際、はい、え、初めて出たとこ？そう、あのバットのバットのね、あのすごいスイングのコツね、すごいみんなが見てくれてるあのバットの、うんうん、あれね、あれ結構なんかド緊張で出てたから、うん、今見てもちょっと面白くないあの喋らなさ無言かよみたいな無言で構え打つテクテクテクテロップなしみたいな今ではこんな喋るようになりましたけど、はい、で、それでですね、はい、まあ何かやらなきゃいけない、何かやらなきゃいけないと、はい、あのスタッフと一緒に揉みました、はい、ちょっと私も最近なんかちょっと言ってしまったことがありました。年内に、はい、パワープレイ出す言ってたよ気持ちで言ったそう言っちゃったの。ちょっと出ましたね。これじゃあ2周年の企画にしたらっていうことになったので、うんうんうん、でも一人じゃ無理だと。はい、一人でやるんだよ。だけど助っ人欲しいじゃん、はい、助っ人ポジションだから全然やるということで、りさちゃんに2周年企画で、うん、最後さごころパワープレイ企画助っ人として、はい、一緒に、はい、よろしくお願いします。あの兄担当もやってるので自信はあります。兄の100人担当、はい、自信はあります。はい、であのコースも今選んでますので、はい、あの近くか皆さんこのパワープレイ企画を2周年として配信します、はい、でなおかつそれはプレミアム公開ってあの前に最近よくやってるやつ、うんうん、はいはい、で配信するので、それ果たして私がパワープレイを、まあ、出せるのか、まあ、出せなくてもどれぐらいで回れるのか、はい、リサちゃんの助っ人はすごい多分こう超頼りにしてるフックスライスみたいな感じ、ね、そうで、まあ、スイングもおかしくなったらちょっと今こうなってるよっていうアドバイスももらいながらやりたいと思います、うんうん、はい、まあ秘密もないですが、うん、今日は その練習にためのね、そうために、はい、でなおかつりさちゃんの練習、いろんなねこういうの練習するといいよって、はい、やりたいので、わかりました。これは2周年の告知動画になります。はい、では早速打っていきましょう。はい、やるぞ。